はい、本日はですね、ノースフェイスのロングスリーブヌプシシャツの紹介をしていきたいなというふうに思います。で、今日はですね、いつもとちょっと場所が違うんですけども、ちょっと気分転換にただ変えてるだけなんで、特に深い意味はないですが、早速話していきたいなと思います。で、今回紹介するのがこちらのヌプシシャツになってるんですけども、まあ、ヌプシシャツがですね、以前から視聴者の方からレビューしてくださいとか紹介してくださいっていうお声結構いただいててですね、まあそれで今回紹介しようかなということで購入いたしました。で、まあこちらのシャツがですね、まあパッと見た感じでまあわかるかなと思うんですけど、いかにもノースフェイスらしいこう切り替えがあって、ロゴがあって、で、まあ、後ろにもロゴがあってっていう感じにはなっててですね。で、一番企画としてはですね、まあ、ユニセックスっていうことになってるので、まあ、男性、女性ともに着れるので、まあ、例えば、自分の奥さんとか彼女とかとデート行った時とかに自分がこれ着とって、まあ、寒いやろ、さってこう、かけてあげるみたいな感じのも一応できるっちゃできることになってるんですが、長袖やったらもう今から着いひんのちゃうかって思われる方もいらっしゃると思うんですけど、むしろ今から秋口にかけてめちゃくちゃ活躍するような機能が盛り込まれてて、長袖なんですけどこれから使えるようなアイテムっていうことになっているので、早速特徴をお話していきたいなと思います。ではですね、まず一つ目っていうのがですね、撥水の加工が行われてるっていうことになってて、まあ、撥水の加工って何かっていうと、要は例えば水しぶきが飛んできたりだとか、あとまあ子供と例えば公園行ったりとかした時に水遊びとかしてこう水がパッて泥が飛んできたりとかしたとしても、しっかり水を弾くような加工っていうのが撥水の加工になってまして、まあ、その加工が行われてるということになっているので、まあ、例えばカバーとか、あとまあフェスとかは水あるんですかね、ちょっとわからないですけど、まあ、そういうシーンとかであっても中まで服が濡れないような仕様にはなってるんですが、あくまで撥水の加工なので、防水ではなくて撥水の加工なので、まあ結構雨が降ってきたりとかしたら全然ずぶ濡れになると思いますし、水遊びとかでもびしょびしょになったりはすると思うんですけど、多少の小雨とか水しぶきであれば全然弾いてはくれると思うんですけど、まあ、がっつり雨降ったりとかがっつり濡れるとまあびしょびしょになると思うので、まあ、撥水の加工がされてるという感じになってます。まあ、なのであんまり普通シャツで加工ってあんまり撥水の加工ってなかったりすると思うんですけど、まあ、この辺がノースフェイスらしいなっていう感じはあるんですけども、まあ、特に夏場のレジャーとかであってこう水が使うシーンとか濡れるシーンが想定されているような、まあ、シャツになってるんじゃないかなと思います。で、2つ目がですね、 UV ガードっていうことになってるんですけども、まあ、僕人生で初めて UV ガードっていう言葉を言ったんですけど、まあ、それぐらい紫外線とかあんま気にしたことはないんですけど、まあ、UV ガードって何かっていうと、先ほども言ったみたいに紫外線を 90% カットしてくれるっていうような仕様がされててですね、まあ、男性で日焼けを気にされてる方であったりとか、あとまあそれこそ先ほど言ったみたいに、まあ彼女とか奥さんとか、まあ妹とかお姉ちゃんとか親戚のお姉ちゃんとかまあおったりとかして、日焼けを気にしてるような女性がいたら、こう自分がこう着ててさっとこれUV ガードしてるでって言って渡してあげるとキュンとすると思いますので、まあそういう時にも使えるっていうのも考えられて、UV ガードが付けられてるんかなというふうに思います。まあなのであんまり日焼けを気にしない方とか、特に男性とかあんま気にしない方多いと思うんですけど、まあ僕もそうなんですけど、僕みたいにそうやって日焼け気にしない方からしたら別にいらない機能なんですけど、まあ一応女性も使えるっていうことで、まあその辺まで考えられてるんかなというふうに思います。で、3つ目っていうのがですね、ナイロン 100% で作られてるっていうことになってて、基本的にこういうシャツとかって、まあコットンであったりポリエステルっていう素材を使われることが結構多いかなと思うんですけど、ナイロンを使われてるっていうことで、まあどういう特徴があるかっていうと、ものすごい強度があるってことになってて、まあ多少例えばグッて引っ張ったりとかしても生地が破れるってことはあんまりなくて、まあ縫製の方が破れる可能性はあるんですけど、生地が破れるっていうことは少ないかなと思いますし、それ以外にも、まあ例えばですね、まあ外に出かけてて、よくあると思うんですけど、壁に体をガーってすりつけたりとか、あとフェンスにバーンってぶつかったりとかした時とかでも全然穴が開きづらくなってるっていうのが、まあナイロンの特徴にはなってるんですけども、まあナイロンもいいことばっかりではなくて、まあ逆にちょっとデメリットもあったりするので、まあこういう機能的なシャツであれば、例えばバーベキューであったりとか、まあキャンプとかで使いたいなと思ってはる方もいらっしゃると思うんですけど、その際はですね、火を使う時とかにはあまり着ない方がいいかなというふうに思いまして、やっぱりナイロンっていうのは火に弱いので、例えばバーベキューしてた火の粉が飛んできたりとかしたらもう一瞬で穴が開きますので、そういう時とかはやっぱりコットンのシャツとかの方がいいとは思うんですけども、まあ、これを着てバーベキューされるっていうのはちょっと危ないかなというふうには思います。まあ、バーベキュー以外にもちなみにあと、まあ、例えばタバコとかもそうやと思うんですけど、アイコスとかは火出ないから大丈夫だと思うんですけど、普通の紙タバコとか吸ってはる方とか、あとまあ吸ってはいけないもの吸ってはる方とかやったらやっぱ火を使うことがあると思うので、そういう時とかは結構火の粉が飛んでくると本当に一瞬で穴が開いちゃうと思いますので、まあ、その辺は気をつけるべきなのかなというふうには思うん
んですが、ナイロン100を使ってるので、まあ、強度はめちゃくちゃ高く作られてるんじゃないかなと思います。なので機能的に作られてて丈夫なんですけども、あくまでアウトドアで使うっていうイメージよりかは、待ち着の割にはかなり機能的なシャツっていうのが、まあ、僕の印象っていう感じにはなってます。でちなみにですね、ノースフェイスの公式のオンラインの文を見たらですね、この生地感がですね、天然繊維のようなナチュラルな風合いっていうふうには書いてはいてたんですけども、僕がパッて見る感じ、そのナチュラルさっていうよりかはいかにも化学繊維っぽいねんけどなっていう感じはするんですけど、一応公式の文では天然繊維のようなナチュラルな風合いというふうに書いてました。で次はですね、ドットボタン仕様っていうことになってるんですけども、まあドットボタン仕様っていうのがこの前のボタンとかがですね、こうかけるタイプ、よくシャツとかであるかけるタイプではなくて、こういうスナップボタンのタイプのドットボタン仕様になってるので、こうやって外すのとかも簡単に外せますし、前面は全部ボタン、ドットボタンになってて、さらにこの袖口とかもドットボタンになってるので、パッて簡単に外せて、さらにパッて簡単につけれるような仕様となっております。まあこれはですね、地味に嬉しい機能かなというふうに思うので、こういった細かいところっていうのがカジュアルなシャツっぽい印象になってるんやとは思うんですけど、まあ、ちなみにボタンがですね、このボタンのところはノースフェイスっていうボタンの刻印がされてたりとか、あとこのロゴはプリントじゃなくて刺繍のロゴが入ってたりとか、まあ僕はあんまこんな気にしないんですけど、一応こういうの気にされる方もいらっしゃるので、まあこういう感じで後ろも刺繍のノースフェイスというロゴになってます。でボタンも全てのボタンノースフェイスという同じロゴが刻印されてます。で次5つ目っていうのがですね、これちょっとデメリットかなっていうふうに思うんですけど、このシャツはですね、一応静電ケア設計っていうのがされてて、いやそれめちゃくちゃいいやんけっていうふうになると思うんですけど、静電ケア設計されてるのになぜかめちゃくちゃ埃がつくっていうことになってて、これ以前ですね、僕バーサタイルショーツの時もお話したんですが、こちらのパンツなんですけど、これもですね静電ケア設計をされてて、なおかつナイロン 100% っていうほぼほぼ同じような条件で作られてて、結構似てるんですけど、埃のつき方も似ててですね、細かい小さい埃がもう無数についてるような感じにはなってるので、まあこういうのが気になる方とかであれば、例えば洗濯とかはタオルとかとは別とか、あと白の繊維とは別で洗った方がいいかなというふうに思いますし、まあ、僕はあんまり気にしないのでも一緒に掘り込んだりはしてるんですけども、まあ、それ以外にはこういう切り返しのタイプのこっちの明るい部分っていうのはあんまり目立たないんですけど、こういう暗い部分っていうのは結構ホコリが目立つので、これのカラー展開って基本的にここは全部黒になってて、あとこっちがオレンジであったりとか、この色であったりとか、いろいろ色があるんですけども、まあ、そんな感じになってるので、まあ全身ブラックにしちゃうと結構ホコリは目立ちやすいのかなというふうには思います。なので、まあ、この辺はちょっと静電ケア設計がもたらすせいなのかちょっと何かはわからないんですけど、まあ、ホコリは目立つかなと思います。で最後がですね、これサイズがちょっと大きめっていうことになってですね、僕が普段178センチ65キロでL サイズを着用してるっていう感じになってるんですけど、まあ、その L サイズを着用してる感じの雰囲気で着たかったら、ワンサイズ下げたらちょうどいいっていう感じになってて、まあ、これがですね M サイズを着用してるんですが、普段のサイズ感で購入したいのであればワンサイズ下げたら、まあ、ちょうどいいかなっていう感じになってまして、まあ、これがですねボックスタイプのシルエットになってるので、サイズを上げれば上げるほど横が大きくなっていくというような仕様なので、まあ、オーバーサイズで着たい方とかであればサイズをいつも通りのサイズ、僕とかやったら例えばオーバーで着たいんであれば L サイズを購入すればオーバーサイズで着れると思うんですけど、普段のサイズで着たいのであればワンサイズ下げて M サイズっていうのが、まあ、これがちょうどになってるんですが、これは僕が思ってるだけではなくて、購入レビューとか見てたらですね、結構皆さんもそういう風な感じでおっしゃってて、ワンサイズ下げるぐらいがちょうどいいですよっていう風におっしゃってはって、まあ中にはですね2サイズ下げるよっていう方もいらっしゃったんですけど、さすがに2サイズ下げると結構パツパツになってきて、横はいいんですけど丈の長さが足らなくなってくると思うので、まあ、ワンサイズ下げる、もしくはいつもと同じぐらいっていうのが、まあ、今っぽい着方になるんじゃないかなというふうには思います。はい、ということですね、まあ、こんな感じで、まあ、撥水加工があったりとか UV ガードがあったりとか、ナイロン100で強度があったり、ドットボタンの仕様で脱ぎ着が楽やったり、まあ、静電ケア設計はされてるけどなんかホコリが目立ったりとか、まあ、サイズがちょっとオーバー気味になってるっていうことで、まあ、長袖にはなってるんですけど、これから夏にかけていろいろ水遊びとかそういうシーンとかでも使えますし、日焼け止めにもなったりしますし、でボタンが脱ぎ着も楽なんで、サッと着てサッと脱いだりとかもできますし、まあ、いかんせんあと軽いので持ち運びとかも適してるんじゃないかなというふうには思うんですが、あくまでこれナイロンなのでポリエステルに比べるとやっぱりシワとかにはなりやすいので、くしゃくしゃにしてカバンの中に掘り込んでるとサッと広げた時に結構シワにはなってくるかなと思うので、ポリエステルであれば全然気にすることなくシワシワではいいんですけど、まあ、これは綺麗に畳んで持ち運びされた方がいいんじゃないかなというふうには思います。で僕の中でのイメージはですね、これはあくまでシャツなので
インナーとして着ることはあんまり考えられてないからちょっと大きめのサイズになってるんかなと思いますので、まあアウターで着るっていう感じの、まあこれから春夏秋に向けてちょうど着れるようなシャツになってるのかなと思います。ではですね、最後は着用動画見てもらって終わりにしたいなというふうに思います。本日はですね、ノースフェイスのロングスリーブヌプシシャツの紹介をしてみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。What happened? Guess we weren't meant to be. I know we had problems. I thought we could fix them, but we got tired.